メティビをご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエの吉田とスーパースメンの小野塚です。よろしくお願いします。ワインの定期便マリアージュのクォーター、2月第2週でございますね。こちらですね、アコンスブ、はい、こちらこっちにしたんですね。こっちにしましたね。アコンスブに合わせるものということでございますけども、まあね、ちょっとね、いろいろとね、考えてはいるんですが、餃子、餃子、これは合うでしょ。これはね、もう絶対にいいと思うので、うん、もう温めていきましょう。温めましょう。はい、じゃあ、温めてる間にですね、はい、生ハム。生ハム、絶対合うな。生ハムに2週連続2週連続、かっぱえびせん。じゃあ、いきましょう。かっぱえびせん、安くていいな。素材を生かした。そう。ちょっと、やってみましょうか。はい。かっぱえびせん、いつもの生ハムで生ハム。そう。スペイン産豚肉を使用してます、今回。はい。じゃあ、これいきましょう。ペッ。ペッ。巻く。巻く。以上。素食。このロゼ強いっすね。ダメだね。うん。あ、もう餃子の香りで、充満しておりますね。いいじゃないの、いいじゃないの。これ合うんじゃないですか、ね、これ合いそうじゃないの。ポン酢でいこう。味ポンでいこう。はい。うん、私もうまいってことではないですね。だけどオレンジよりもいかないですね。まあそれがマリアージュの面白いところで。はい、はい、じゃあ餃子、餃子をポン酢かけ。うまいね。うまい、うん、よろしいじゃないですか。よろしいと思います、僕は。これでこれうまいっすね。これはもう普通にうまいね、うん、いや、これいいよ。いいと思う。これはいいですね。これいいね。豚の香りが非常にね、このロゼと合いますね、うん、もうポン酢だけでいい。いや、もう非常に良いと思います。これでいきましょう。今週は早いぞ。美味しい。今週は早く終わりそうだ。2点3点させない、うん、よし、行こう。高木ぐらいいきます。高木いきます。何譲るも来た。とりあえずこれでいきましょう。はい、はい、はい、いいですね。重心がある。はい、これ、うん、うまいっすよ。そんなに本当に本当に本当ですか。うまいよね。自食。これは絶対うまいですよ。じゃあこれはちょっと自信あります、はい、ちょっと笑っちゃうぐらいになんか、あ、もうこれでいいよねってなっちゃったね。緊張感ありますね、これは。うん、うん、うん。ソムに自信ある。これ勝ったな。あ、美味しい。勝ちました。これ絶対勝ってるよ。ほらほら、もう2杯目に行っちゃうな。もうね、2口目に行ったつもりでね、勝ったんだよね。もう知っちゃうんですよね。そうか。頭で認識してないけど、ついもう一杯が認識した。ついつい飲んじゃうんですよ。うん、うん、ついつい。あ、もう箸が伸びちゃってますもん。もう2つ目を食べている。あら、もうこれは勝ちですね。勝ったね。勝ちだ、これは。でも、もうちょっと食べたいです。ああ、一応ソムリエのやつを1個ずつ残してね。豚肉がどうなのかな。うん、豚肉が釣ったじゃないかね。どうな、シューマイとかもいいと思います。シューマイもいいね、うん、どうですか。美味しい。ありがとうございます。よしよしよし。じゃあソムポジャでマリアージュポイント。マリアージュポイント、82点ですね。おお。私75です。厳しいっすね。なんかマリアージュが何か分かってないっていうのが多分全然あるんですけど、うん、さっきのを基準にすると、うん、マッサマンとオレンジの同調が大好きでしただったので、個人的な好みでちょっ と、 いいと。でも美味しいです、すごい。いや、でもいいと思います。そこ基準がどんどんマリアージュはしてる、します。あ、これがマリアージュって感じです。うん、嬉しいね。嬉しいです。よし、はい、ということでよかったね、うん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 、今回はね、なかなかすんなりと済んだんで、非常に良いございました、はい、これ間違いなくこれがうまいもんね。ちょ、最終マリアージュ、最終マリアージュ、うん、うん、これ多分、シャパック買えばワイン1本なくなりますね。うん、やっぱ餃子が合います、うん、餃子に味ポンです。それだけでいいです。これだけでいいです。うん、豚肉を咀嚼してる時にね、そのワインをね、入れていただくと最高にマリアージュしますので、ぜひやっていただければなって思います。
ますね。具の中にワインがこう染み込んでいるの分かりますね。分かりますね。いいこと言う。うん。美味しいございます。マリアージュポイントお願いします。マリアージュポイント88点。なかなか上に行きましたね。うん、美味しいございます。簡単だったしね。はい。今回非常に良かったです。まとめ、餃子買ってください。はい。餃子の種類でちょっと変わるかもしれないです。手軽ですよね。手軽で。非常に手軽です。餃子種類によるかもしれないですけど、あとは、味ぽん。ね。見つかる味ぽんをこうつけていただいて、あとはワインと合わせてもらえば、それで十分でございます。はい、非常に美味しいございます。マリージポイント88点。88点。いいと思います。めちゃめちゃ美味しいです。美味しいね。美味しいね。本当に美味しいもんね。本当に美味しい。いや、ちょっとね、びっくりするぐらい、はい、あ、これでいいじゃんっていうふうに、腑に落ちた。そんなマリアージュでございました。うん、次回第3週でございますね、はい、第3週は白ワイン、シルバジェでございます。さあ、これに何を合わせるかね、ちょっとね、結構ね、考えてるなでございますけども、うん、まあ、間違いなくいけるんじゃないかと思います。お楽しみに。バイバイ。